はい、じゃあね、今から、あ、待って、間違った。熊本城行きましょうか。高速ね、今降りたとこなんですけど、すまんよね。よし。さあ、合流して行きましょうか。よしよし、行きましょうか。じゃあね、まっすぐ行けばね、熊本城だと思うんで、ちょっと状態見ていきましょうかね。なんか結構ね、もう1ヶ月ぐらい経ったんでね、あれなんですけどね。じゃあ、ニトリ。まあ、高速降りたとこですね。そうでもないか。なんかあんまり、はい、まあいい。まあ結構、あんまりあれかな、外壁が落ちたとかあんまなさそうね、この辺はね。まあ、やっぱね、街中なんでね、周りの郊外の方がやれてんのかな。益城とか行ってたんでね、今一応熊本のインターチェンジ降りたんですけどね、ちょっと熊本城と、あと僕が行ってた馬刺し屋さんあんのかなと思ってね、それをちょっと確認したいなと。前ね、何年前かな、3、4年前にバンプスのライブ行ったんですけど、その時ね、美味しかったんですけどね。じゃあそこね、向かって、まあ、だらだらやっていこうかなと。やっぱお店の外壁じゃないけど、あれなんか取れたりしたんだろうね。基礎部分が結構地震だと傷むから、今回ね、僕のね、母親の知り合いも家が倒壊しちゃったみたいで、で、それがちょっとね、1回目の地震じゃ大丈夫だったみたいですけど、2回目のなんか、本震の方でね、やられちゃったとか言ってたんですけど、まあ、まさにこの辺ですよね。この近くなんですけどね、結構ね、ひどかったみたいで、看板、あれ落ちたのかな、看板見えてるかな。はい、じゃあドライブしながらね、熊本城の近くでまず止めよっか。で、ちょっと商店街でね、懐かしいなと思ってね、バンホテル泊まってバンプスのライブをね、行ったのがもうだいぶ前ですよね。それ以来かな、街中行くのは。いつも高速通ってただけなんでね。行きも、今帰りなんですけど、九州のね。高速の帰りなんですけど。まあ行きましょうか。じゃあまあ、基本無言多いと思うんですけど。街中ね、眺める感じで行きましょうか。まかね、高速から市内に向かうとこですね。警戒中って書いてますね、前の車。結構やっぱ地震が起こった後、窃盗とかね、多かったってなんかニュースで見ましたけどね。まあね、震災の時もそうでしたもんね、311のね。あ、震災っていうかあれか、311の後の原発の後かな。結構避難した後に言ってるって言ってましたもんね。もう 1ヶ月は経ちましたよね。はい、じゃあ、このまま真っ直ぐ行けば熊本城かな。まあ熊本城は本当それ以来かな。はい、どこに泊まったか覚えてないな。まあ熊本こんな感じだよね、平地があってね。うっしょ、今はねお昼ですね。腹いっぱい朝食ったんで大丈夫なんですけど、ちょっとマップ見よっか。このまままっすぐ行きゃほんと着くって感じだね。熊本の市電、あれ熊本って路面電車あったっけ。28号線で右だね。はい、じゃあ行きましょう。いや、まあ平和だね。
あの高速はね、いまだに片道っていうか、熊本のエリアだけね、片道なんですよね。だから通りにくかったんでね、だからまあ降りて下道行こうかなと思ったんですけどね。それでまあとりあえずね、覚えのある熊本城あたりまず見に行こうかなと。まあね、町の城もう1ヶ月経ったんでね、もう仕事は電気とかね再開したと思うんですけどね、最初は水とか断水とかでしたもんね。なんか高速通ってたらよくね、メッセ熊本でしたっけ、なんか体育館みたいなとこあってね、あそことか多分人いっぱいいるんだろうなぁと。よく通ってたんだけど、まあ綺麗ですね、熊本の街並みはね。この辺とか崖崩れがあったんかな、左崖崩れじゃないか、まあ一応若干の土砂崩れぐらいか。まあ、結構店はね再開してますよね。全体もう1ヶ月、ちょうど1ヶ月かな、昨日か一昨日ぐらいで確か。アップライってこれ九州あるね。はい。あ、普通だね。変わらない。ブルーシートがあるのはやっぱ民家っていう感じですね。この辺はまあメイン通りに向かってるところなんで、あ、この辺左が瓦礫がすごいな。なんか倒れたんかな。なんちゃら産業って書いてあるね。夢タウンもあるんだ。あ、この右のちょっと見えないですけど、うどん屋さんみたいなとこはもう瓦が落ちてんだ。瓦とかのとこが結構やられてる感じですね。やっぱまだお。もう昼なんでね、飲食店とかオープンしてそうですけど、空いてないとことかちょくちょく、営業中のとか営業中って書いてて、やってないとこ幕がね張ってあったりして、やっぱ地震の揺れがね、ひどかったんだろうなって感じますけどね。はい、じゃあ行きましょうか。これ行っちゃまずいかな。はい、ちょっとね、道路事情がよくわかんないですけど、まあ大丈夫そうやね。あ、ここ片道になるんだ。片道じゃないか、まあ一車両すげえこれ、マンションこれ、いやいや、えぐいえぐいすごいもの見ちゃった。車やとこのカメラと見えたかな、なんかマンションの1階の入り口部分、その辺ががっつりやられてましたね。ぺっちゃんこになってましたね。ああいうの見るとすげえなと思うな。死んでなければいいけどね。まあ1ヶ月経ってもブルーシートはあるとこあるね。入り口が結構やられてるね、飲食店のね。強度が弱かったとこかな。道路が綺麗になった後なのかな。まあ右の方は結構舗装されてる感じしますね。そっか、これ右行かないとな。あ、そっか、左か、これが合ってるか道が合ってるかどうかわかんない。 OKOK、 まあいっか、まっすぐ行けば、まっすぐ行って右だったよね確か。右の方に行っとかないとな。よし、この後右行きますか。よし、行ける行ける。よしよし、すいません下手くそで運転が場所が分かんないですね。こっから右だったよね。で斜め行ってまっすぐ行くは熊本城だったと。あ、そうですね、ロイヤルホストのとこですね。ちょっと行き過ぎた。はい、じゃあここが右ですね、地図によれば。アナウンスしてほしいな。はい、じゃあ行きましょうか。K についていこうかな。
いやー天気もいいしね。昨日なんか朝晩はやっぱ冷えますね。ほんと寒くて、あっていうか結構家やられてんな。ブルーシートかかってるのが多いな。ブルーシート売れたやろうなと思いましたけどね。これどうやって集めたんやろ。ホームセンター売り切れやったやろうな。一応ね、普通に iPhone を固定してるんですけど、まあ、画像はね、ナビつけたいとこなんですけどね、カーナビアプリあるんでね、そういうのすりゃいいんですけど、してせずにそのまま直撮りみたいな感じやってますね。よし、じゃあ行きましょうかね。まっすぐ行って橋のとこ突き当たり右、こっちには手前にも橋あるんだね。高速から出たばっかでずっと飛ばしてたんで、あの速度が出しやすくなっちゃいますね。この辺、あ、外壁のクラックは結構多いね。よしよし、こういう問題なんか、問題なのは僕の後ろが結構渋滞してる結構、あ、瓦結構やっぱ行ってんな。新しく建ったのはやっぱそんなないな。新しく立っても瓦だと落ちたって感じかな、うん、カラーベストとかでも落ちるかもしれないですけどね。マンションとか特に大丈夫かな。殺菌とかはひどかったけど、いない感じかな。そっか、なんか長崎っぽいね、こういうのは。東京っぽいっていうかなんかちょっと団地みたいな、団地っていうかこう台みたいになってんだ。ちっちゃい山がねポツポツかもしれないですね。もうちょっとかな、あと一区画ぐらい行ったら右かな。その辺の土地が全然わかんないんで、熊本はまあほんと通るだけって感じかな。いつも自分はね、はい、ブックオフお休み中。あ、そうでもないか。なんか電気はついてるけど、ブルーシートあるね。イレブンはやってるわ。ここはどこだ、産業道路ね。道路ちょっと広くて気持ちがいいね、ここはね。昔ここ来た気がするぞ。なんかね、やっぱ昔というか 3,4 年前なんでね、なんか覚えてる気がしますね。熊本来たような景色が多いんかな。はい、まあ民家があって、民家は結構瓦だよね。瓦やっぱ落ちてるって感じかな。あとあそこの正面の家はカラーベストが剥げてて、その奥がなんか、あ、ここが熊本大学の総合運動場。僕はね、宮崎出身なんで、熊本、熊大ですよね。熊大行く人多いんですよね。ここあれだ、崩れたとかじゃなくて建築現場か、普通の。なんかそんなにえぐいことにはなってないですね。えぐいというか、まあ大変なことにはね。熊本テレビかな。あ、右じゃねえの、ここ右だわ。はい、ここがどこだ熊本のなんて交差点だ、これは。青信号なんでね。あら、ここ右だとちょっと早いか。まあ OKOK、でもちょっと1個手前で曲がっちゃいましたね。まあ OKOK、スムーズにいけるかも。これでいいのだ。よし、なんか特にこの家とか瓦落ちてるわけじゃないし、直したんかな。バス専用道路を通りましょうか。なんか大丈夫っぽいね。熊本城が結構やられてましたもんね、瓦とかね。なんか大丈夫っぽいな。なんか悲壮感みたいなのは全然伝わってこないですね、街から。まあね、とかじゃないんでしょうけど、ね、あの体育館とかにみんなね住んでるような感じじゃなくて、まあ、街は普通に、ね、営業もしてるし、あの時に倒れてたらね、それどころじゃないかもしれないです。渡っていいんだっけ。手前だった気
城、大和城からなんか遠ざかってる気すんな。まあちょっとうろうろしましょうか。急ぎでもないし。なんかを運んでんのか。この辺もなんか瓦礫が横にあるね。なんかおよそ300メートル先、左折専用レーンがあります。ご注意ください。右行っとかんとな。左折でよかったんだ。善光寺からオッケーオッケー、左折でいいんだ。あららら計画性がないね。やってるとこあんのかな。もうないか、生もんだしね。ないかな。一応熊本城近辺で止めて、駐車料金安かったんですよね。あんまり青空駐車場みたいな感じだって。止めて食いに行くか。やってないやろな。白川公園ってとこかな。綺麗だね。およそ300メートル先、右折専用および左折専用レーンがあります。ご注意ください。右折専用もあるんだ。この水道町ってとこの、ここで右曲がってね、熊本城行きたいんですけど、もう見えてるかな。ちょっとなんか白っぽいのは見えてるけど、あれ違う感じするね。右が見えるんやけどね。いや、熊本城で一旦止めますね。止めて、やっぱ写真撮って回ってる人もいるね。あと観光っぽい人もいるし、なんか戻ってるって言うとあれか。なんかね、その1ヶ月ぐらい経つと直すとこは直したって感じかな。あ、でも店閉じてるとこもあるね。はい、右折専用じゃなくて、まだまっすぐかな。熊本は路面電車あったよね。鹿児島、長崎はあるけど、熊本もあるんやね。はい、じゃあ行きましょうか、城に。
明日がなんかすっきりしてるね、ヒュッと。まっすぐなってんやね。いや、わおわおわお。はい、城が見えてきましたね。じゃあ城の駐車場に停めましょうか。ね、ちょっとあと久しぶり商店街歩いてみるか。駐車場止めてちょっと散歩しましょうか。ここかな駐車場。あ、わあすげえ、これなんか土砂崩れみたいな。あ、満車？満車？月決め。ここも満、ここ月決めか。あ、これか。あ、この神社がやられたんやな。ここ昔行ったことあるからね。この上に駐車場あったよね。はい、じゃあね、車駐車したんでね、熊本行きましょうか。稲荷、あの熊本城前のね、稲荷から。あっちがひどくてね、あれ前ね倒れたとか言ってたんですけど、前ね、ここの駐車場を止めたんですけど、今満車でね、こっちがね、熊本の市街地の方なんですけど、まあちょっと後でね、ゆっくり見ましょうか。まあ20分ぐらいのやつにしようかなと。あそこがね、結構前参拝した気がするんですけどね、ちょっとね、土砂崩れみたいになっててね、ニュースでもやってたんですけど、ここかと思って、僕ね、手前のあっちの方かなと思った、今最初に撮ったとこかなと思ったんですけど、こっちの方なんですね。結構ね、ぐっしゃり行ってますね。熊本大師神宮。これね、上の、この城壁、城壁じゃない、石が、あ、もうこう立ち入り禁止なんだ。雷神さんが超多いですね。しっかり行ってますもんね。こんにちは。今日どこから来られたんですか。どこからウェアウェア。タイランド。タイランド。あ、タイランド。あ、タイのあれか、あのドラマ、あのサガ、何やったっけ。はい、じゃあ行きましょうかね。熊本城なんですけどね、こっちの方もね、結構ね、このやっぱ石がロッと石がガラガラってね、落ちたのかもしれないですね。まあ、全体的にこう、修復がね、大変だと思うんですけどね。こういうのがね、やっぱ、お城の石が崩れるって感じだもんね。中入ったらね、もう熊本の商店街って感じなんですけどね、一個中入れば。このホテルだったかな、この右だったと思うんですけどね、あっちかな、この辺のホテルね、前回来た時泊まったんですよね。多分あれだと思うんですけど、あの真ん中のやつかな。結構大丈夫だったんで、まあ、あのクラックがすごいね、あの外壁がビリビリってかけたんやろな、やっぱりで。あ、こっち、あ、こっちもすごいわ。これも覆われてるけどね。すごいすごい。上の方は、めちゃくちゃビリビリ来てるね。これとかね、結構ね、これちょっと古いんでね。あれだらしい。へぇ。まあ街中、ね、この裏あたりって、あの古い家がいっぱいあるんですけどね。民家が普通に、
あのお店にしたやつとかね、インカっていうか、まあああいうのとかやられてそうだよね、中のこの区画の方がね。まあこの後見に行きましょうか。あとね、その馬刺しないよね。せっかくだったら食って帰りたかったんですけどね。まあちょっと街中なんでね。さっきの人はタイランドって言ってたね、タイからやってきて。タイの観光客は結構福岡まで発着便があるんで、そっからね、佐賀のあの稲荷神社とか行ったり、ドラマの地とか、いろいろ九州旅行みたいなのね、あるかもしれない。あーでも綺麗だね、いい天気だわ。そうそう、ほんとね、4年ぐらい前、ここにね、ここに座ってたんですよ。で、向こうからね、ハイドさんが出てこっち来たんですよ。ここでキャーキャー女の子たちがいてね、向こうにブーッと抜けていったんですけど、ここだったここだった。でそこの左の方にねあるんですけどね、ちょっとそこまで久しぶりに見に行こうかな。あのライブハウスかなんかさ、地方だと結構ね距離が近いみたいでね、結構好まれるんですけど。はい、ここだったね。あれこんなさ、あもうちょっと中か。あいやここだっけかな。この次こっちか。テナント募集中が多いな。今なのか。このね左ぐらいだったんですよね。よく持ったねこの辺の家はね。前からこんな感じだったね。こんな感じで町の行政がやってんだね、耐震の。へえ、危険危険。この辺の家はね、倒壊危険があると、震度次何以上があったらっていう。でここはね懐かしいですね。ここがライブハウス。ここやった。この中がねいい感じのホールになってるんですけどね。外とかも来るような、まあ、地方のね。今のちょっと衝撃的だったな、まあね、倒壊の危険があるっていうことで張り紙、まあそのうちね崩すんでしょうけどね、ああいうのはね。こじゃれたお店がいっぱいあるんですよね。ちょっと前食った馬刺しの店行こうかな。やってんのかな、やっぱやってるね、やってる店もあるね。そっかそっか、もう電気通ってガス通れば変だね。まあインフラすぐ整うからね。まあ、やっぱ欠けてるね、外壁がね。そんなもんか。なるほど。ここがね、こうメインですよ。弁当と豚足を家帰って食べようと思って。いやなんか街並み的にはなんか普通だね。なんかちょっと東海のやつがあるかなっていう感じで。はい、それではね、まあ熊本を出てね、もう高速乗って帰ろうかなと。まあ途中までね、次の宮原インターチェンジとかやってんのかな、どうだったっけ。まあその辺ぐらいまでざーっと撮影しようかな。いつでもね、今ポチって押して次着いたらポチって押すだけなんですけどね。まあ駅の付近はまあね、赤ビラ貼ってあったりして、そういうとこもあれば、まあ基本的には
もう1ヶ月経ったんでね、直後じゃなかったんですけど、やっぱタイ外壁が剥げてるとか落ちてくるから気をつけてとかすごい多かったね。まあね、1ヶ月前ずっと揺れてたんでね、はい、じゃあ安全運転でいきましょうか。しけるね。したって感じかな。じゃあここ右をずっとまっすぐ行けば、あのほぼジャンクション行けるみたいですね。まあ行けるでしょう。お、まあ右は行けるっしょ。あれ右行けないか。右 OK が終わりか。まあ安全運転なんでね、僕で止まることがかなり多いですけど。まあ、あ、さっきのロイホかな。違うか。別の店なのかな。ロイヤルホスト。ほんと天気が良くて良かった。一昨日ぐらいがすげー寒くてね、東京から帰ってきた日がもうブルブル震えてましたね。昨日ぐらいからすごい晴れて、いい天気ですよ。月曜か、日曜月曜あたりが寒かったよね。熊本も多分あんま変わんないとは思うんですけどね。シュシュシュ、後ろでゴツゴツ音が。まあ道なりだと思うんで、なんか若干熊本の道でずれたりするのかな。左折が意外と、右折専用レーン、左折専用レーンとか多いな。まあ街中やからかな。はい、じゃあね、こんな感じでブルーシートが店舗でもあったり、あとは北道ではないか、ちょっと1個ずれてるかな。じゃあ降りた高速の次のとこから行きましょうか。
見えてきましたね。三船なんだ。三船インターチェンジと益城熊本インターチェンジ。自分は益城で降りたんかな。益城で降りて、崩壊しちゃってんね。立派な瓦やけどな。瓦のリフォームやったけど、ちょっと今ね左向けたいけどねちょっともう進んじゃったね。ぐっしゃーいってる。この辺からちょっと民家が増えてくるんで、市街地じゃなくなってくるんでね。今から高速乗るんですけど、そっちの方向ちょっと見てみたいなと思って。案の定やっぱ潰れてる家とかあるね。結構ひどいわこの辺。8キロ
結局食べなかったな。東京かなんかの馬刺しの使ってる店が美味しかったよね。まあ、多分こっちのルートじゃないかもしれない。道が増えた感じでもないし、この辺からはどうなんだろう。できたばっかのレオパレスは大丈夫っぽいね。やっぱ築年数やろね、柱。僕生まれたちょっと後ぐらいに耐震基準がねしっかりできたんで、平成元年以降は割と耐震性能評価みたいな、性能評価まだか、性能評価2000年ぐらいから。あ、ここイオンモールとかあんだ。へえ、いいね。大きい大きい、ここのイオン。熊本の市街地のイオンかな。いいね。なんちゃらな湯とかもあるぐらいのイオン。三船か、三船は左に曲がるんだね。どこ445ってどこだ。まだだね、はい。で左に行っといてよかった。うとくんっていたな高校の時。この辺出身なのか。はい、じゃあ445、これはまっすぐ行けば三船ですね。あ、左の方に民家が結構多いね。高速から見えたのはこの辺だろうな、きっと。通行止めエリアがあるんだ。田口橋、乙女橋、通行止め。行けんのかな、これ。下は行けんのかな。くるくるっと回せるかな。こっちをちょっと映しときますね。ちょっと角度変えよう。ここは通れないね。いやーこれひどい。いやーこのエリアがかなりひどい。この辺も麦かな、これは。綺麗に。どっかまあ止める場所とかないもんね。がっつりやられてんな。こんにちは。すみません、今高速乗ろうと思って、この辺のエリアちょっとひどかったんで、どんな感じなんだろうと思って、おじさんじゃ大丈夫だったんですか？ああ、もうでも、周り見たら、すごいことなってたんで。いやー、ここには何か立つんですかね？仮設が立つんですよね。で、この近隣の人たちはちょっと遠くに行ってる人たちが来る感じですかね。いやー。今、熊本市内からこっち来て、高速乗って帰ろうと思ってたんですけど、ここはちょっとひどいですね、こっちの方が。ひどいですね。あー、びっくりして。あ、そうですね、三船乗ろうと思って、その途中でそこ通ってたんですよ、川沿いを。したらひどかったんで、あ、こんにちは。仮設ここだけですか？いや、まだ他にも。あ、そうですか。水とか電気とかはだいぶ大丈夫なんですね。あー、そうだったんですね。わかりました。すいません、休憩中に、はい、すげえ。
ちょっとそこ見たんで家を。これちょっと寄ってみようと思ってびっくりしました。ちょっと宮崎ですか？そうなんですよ、あのそこの三船から乗ってから帰ろうと思ったんですけど。おばあちゃんのお家はこちらなんですか？あ、違うんですか？あ、そうなんですか、うん、ばあちゃんの家。いやあれって赤のりが貼ってたらもう入れない感じ、まあ、入ってはいいけど、まあ、一応区役所、市役所が貼っていく感じなんですか？3つ4つぐらいあるじゃないですか、あの要注意と黄色と。そうそう、内容があるけんね。やっぱ地面もう隣ごとでしょって言って全開になっとるところは入れんし、まあ部分的になっとるところは入れるし。あ、そうなんですね。赤髪もいろいろ書いてある。あ、いろいろ書いてあって。違うんですね、赤髪の中でも、うん、もう1ヶ月経ちましたもんね。僕宮崎だったんで震度3、4ぐらいだったんですけど、それでも外壁がちょっと欠けたりはしたと言ってたんですけど、もう日じゃないですね。そういう問題じゃないもん、うんうん、もうね、寝とってね、うん、ベッド上でこう揺れてたい、うん、そら、うん、ああいうあれはもう二度と味わわんとね。2回味わう。知り合いもあの熊本のあの全壊しちゃったみたいで、1回目の地震で大丈夫だったんですけど、2回目の地震で、あの全部夜中。みんなそうだ。あ、やっぱそうですか。1回目はまあ綺麗に立っとった。宮崎のね、あのご親族たちも応援とかは、応援っていうか、なんか、あのね、はい、1回目の地震の時に、はいはいはい、夜に電話で電話があったでしょ、はいはいはい、で、その晩はみんなその日に片付けて、電気も来たし、電気水道も出るし、もうあこれで安心って言った時にちょうど電話が来たんですよ、うんうんうん、大丈夫ねって言って、大丈夫よって言って、うん、じゃあよかったねって、あっちこっち兄弟がおって電話がかかってきて、そんなで終わった。ああもう今夜はもうどうせ来たって余震ぐらいだろうけって思って、はいはいはい、安心したって、して、もう疲れて眠っとったらまた大きかったの。1時30分ぐらいでしたもんね、うん、その前はほら9時半ぐらいだったけんです ね、 ですね、まだ寝てる、寝る前ぐらいだったけよかったけど、今度は新家眠ったとこに来たけん。おばちゃんたちは夜はどうしてるんですか？夜だけ体育館に。あ、体育館で、あ、体育館に。あ、なるほど、そうですもんね。もう何軒しかない、ここ何軒、4、5軒しか電気使う。うん、住宅がそうですよね、住めるような状態じゃもう初めてだもん、こういうの。そうですか、熊本も今までなかったですか？なかったです。ここ変な、特にほら水害もないし、そうですね、はい、そう、なんもなかった、ここは一番いい。